はい、皆さんこんにちは、石松でーす。ということで、今日はですね、今回はですね、この本ですね、まあ以前ご紹介した本なんですけど、なんかそのすごくね、分かりにくいというちょっとことも伝え聞いてますけど、私が読んでもちょっと分かりにくい部分があるんですけども、まあ、この本のまあ第1回目、人類はあのアンドロイドであってあの電磁波で操作されているというのはね、前回あの言いましたけど、この内容がね、まあ、人の一言で言ってもなかなか分からない部分があるんですけど、まあ、やっぱここ宇宙人の話を持ってくると結局拒否反応をする人が結構多いので、まあ、今回はね、宇宙人のことはやめときます。それよりも周波数ということをね、今日はね、皆さんにお伝えします。周波数によって、まあ、いろんな生態あるいは精神、マインドとボディに影響あるんですけど、ここにあるのは愛の周波数 528Hz というところですね。愛の周波数 528Hz、このヘルツが、まあ、愛というものを体現しているということで、私最近 YouTube でなるべくこの528とかね、まあ、900いくつとかいろいろこう選んで聞いてるんですけど、気をつけなくちゃダメなのは、本当に聞くやつと聞かないところ、あるいは変なところ誘導してってしまう動画もなんかあるというふうに聞いたんで、やっぱり自分なりにね、サニワをして聞いてください。 YouTube でバックグラウンドミュージックにしていくと結構リラックスできます。特に528はあの傷んだ遺伝子を治すというのがあります。効果がね、DNA を治すということがあります。それで今音楽クラシック、私もちょっとこう管楽器やってた時期もあるんですけど、まあ、大体440に合わすんですよ。440Hz に合わせてチューニングするんですよね。まあ、ギターでもそうですけど、チューニングメーターっていうのがあってチューニングするんですよ。ピーンとやってグーンピタ440、はい決まった、こっから順番に行こうねっていうのがあるんで、A の平均率 A を 440Hz の F シャープに同一させるということですよね。ところがこの F シャープというのがまたこれ非常に具合悪くて、これね、ロックフェラー財団が作ったんですよ、国際標準音っていうのを。ロックフェラーというと、まあまあいろいろね、寄付行為とかいろいろやってるんですけど、まあ悪いことも私はやってるという陰でね、そういうことをやってると私は思ってるので、まあ、ロックちゃんがやってるんですよ、ロックちゃんが。これを国際標準の音を作った 440Hz を A の音にする F シャープかな、にするの。これね、非常にね、あ、F シャープじゃないし、F シャープにするっていうの。これでいくと、例えば非常にこう人間が覚醒、目覚めることから遠のくっていうことなんですよね。まあ、ちょっと深い話をするとそういうことですけど、 440Hz というのは悪魔の音、デビルスインターバル、悪魔の音か。だからまあ440たらちょっとこう聞いててもあんまりリラックスできないという感じなんで、まあ、528ね、これはなんていうかな、教会の何ていうかな、こう詠唱というか、みんな何人かで男の人がこう歌うというのがこのいい周波数らしいです。私は教会のですね、そういう特にキリスト教の教会のやつを CD2 枚持ってて、たまに聞いてます。 リセットしたい時とかリラックスしたい時にね。で、日頃やっぱり音楽の周波数ってのはすごいやっぱり影響してくるんですよね。だからよく聞くのはロックとか聞くとやっぱりロックの気分になっちゃうし、という演歌聞くと演歌になっちゃう、まあそういうこともね、
今花粉ですけど、そういうこともあると思うので、まあ皆さんもね気をつけてね、音楽聴いてください。で YouTube にある528、これとかヒーリングの音楽いろいろあるので、それ選んで聴いてください。はい、では皆さんまた次回お会いしましょう。